ダービー王森田のパーフェクト V の流れかと思いきや、まさかのアクシデントで一転混戦ムード。村上の優出によりまして、そのコース取り含め混迷を極める頂上決戦、ボートボーイカップの優勝戦を迎えています。本番も村上動きを見せました。2コースか、インは出端譲りませんでした。1号艇福岡出端貴則、2号艇東京塚田修司、3号艇志賀森田俊介、4号艇群馬佐紀俊人、5号艇埼玉滝沢義行、6号艇岡山村上潤、以上の6名です。船券推理という意味でもボートレースの醍醐味がぐぐっと凝縮した優勝戦となりました。およそ2年半ぶりの優勝へ仕上がり万全です。出端貴則陰線、2コース村上、前回の戸田では44号機でのパーフェクト V でした。今回は34号機を魂の仕上げで仕上げていきました。ここは2コース、3コースが森田、まさかの添付でこの枠番も天才的なハンドルで戸田初 V なるか。ダッシュ3艇2号艇塚田4コース角、こちらはおよそ2年半ぶりの輸出、その作戦にも注目でしたが角、そして5号艇滝沢、目覚めよ44号機、ここに来てモーターにメスを入れました。4番の先が4コース角です。展開つける足は十分です。先2号艇の塚田が6コース進入、3対3のスタイル、体型インコースから1番、6番、3番、4番、5番、2番でスタートしました。それほど差のないスリットライン、インコースから出また好スタート、センター勢どうか、森田、さらには5号艇の滝沢が伸びてきた、飛びついた出端がここは5号艇滝沢をブロック、自ら壁を使って押し切っていきました。出端が先頭、スタートは前提正常でした。攻めていった滝沢ですが、現在2番争い、3号艇の森田、6号艇の村上と2番争いは3艇並んでいます。離れた4番先最後方2号艇塚田、スタート正常、2マーク1番の出端がクリア、2番手6号艇村上、絡んでくる森田、さらには5号艇の滝沢です。3号艇の森田、真ん中やや劣勢となって現在4番手、2番手争いは外枠の2人、5号艇滝沢が半歩優勢です。6番の村上が外3番手、3号艇の森田現在4番手の位置。2周1マークの2番手争いは5号艇滝沢が抜け出してきました。この辺りは44号機の底力か、ピストンリング1本の交換で44号機底力アップなったか。現在2番手6番の村上、3番手3号艇の森田がスタート、2番手激戦でしたが5号艇地元滝沢が意地を見せて2番手単独、6番村上3番手、3号艇の森田は4番手です。またしても戸田初 V お預けになりました。その後4号艇先最高峰が2号艇塚田、レースは最終周回、上位体系は1番5番6番となっています。最終バックへと1番の出端がクリアしました。昨日一気にシリーズの流れを引き寄せました1番の出端、ここまで5勝マーク、これがシリーズ6勝目のゴールということになりそうです。2015年の1月以来およそ2年半ぶりの優勝ということで、ここは復活宣言の優勝となりそうです。通算27回目、戸田では初めての優勝となります。1号6の体制で間もなくゴールを迎えます。先頭1番の出端優勝のゴール、5番滝沢ゴール、6番の村上ゴール、3番森田ゴール、4番先ラスト2番の塚田ゴール。